どうも、ハイチュウです。久々の階段の動画でございます。まあ、えっ、ー、と、いつもはね、この階段の動画い、一 <laughs> 体、結構メッセージ的なのを話すんですが、今回はね、違います。あのー、一緒に頑張ろうっていう話です。素敵な動画ですね。 で何かっていうとあの多くの方が明日から4連休になりますよね、まあ,あと私違うんですけどとかいや俺違いますけどとかね分かってる、分かってるよ、まあ、この前ツイッターで確認した時に思った以上にねあの4連休普通に学校の方が多かったなと思ってるんだけど4連休の方もいるのでその前提で喋らせてそうじゃない方の話もするから許してでねその今、まあ、受験生だったら勉強せなあかんって思ってると思うし結構、テスト期間の方もいるからその勉強しなきゃな、まあ、そうじゃない方もねちょっと頑張らなきゃな って思思うう方もいると思うよでちょっと想像してあのー、できそう 4, 4連休なんか4連休、まあ、最終日あ一応木金土日だからさ日曜の夜ぐらいにさ「やっぴやっときゃよかった」って思ってる自分の未来見えてないどうで多分ね割と初日さ、まあ、初日はちょっとゆっくりしたいみたいな初日はダラダラするあと3日間頑張るからって思ってる方いると思うんだけどちょっとそこストップみたいな。 そこやめとこうっていう話をまずしていきます。あ、でもその前にあれ言うわ。えっと、明日、明日ですね、えっと、木曜日の朝8時と夜の10時。予定なんで、またあとずれるかもしれない。コミュニティの方で流すけど、朝の8時と夜の10時スタートで45分間一緒に勉強ライブ久々にやりますので、明日2本やる予定なので、あのよかったら来てください。その理由も話します。で、何かっていうと、初日ってね、あのー、ペースだれるじゃん。戻せないんよ。 そうでまあゼロじゃなくて多少ちょっとやる、まあ、10分だけとか、まあ、30分あれか30分だけとかでも多少やってる人は割と大丈夫なんだけど、まあ、初日はいいよ初日はもう休暇休暇っていうか休みみたいななってゼロにしちゃうとね割とゼロのペースで引っ張られて気づいたら4日間終わってるんだよねってなると思ってでそれで後悔してる子がいっぱい出てきそうな未来が見えたから、えー、とそれを避けたいがための動画です。 はい。で、なんでまあこういう話をしてるかっていう、ああ、今回この動画撮ってるかっていうと、ちょっとコメント欄みんな使ってほしいなと思ってて、何かっていうとさ、みんなこの4日間で、やる目標をちょっと考えよう。多分今回タイトルがさ、えっと、今日中に見てください。わかんない。水曜日のうちに見てください。わかんないけど、ちょっと今日見てっていうのアピールして出してるから。なんだよ、って見てくれてる方いたと思うんで、でね、まあまあ、いや、俺がさ、その4日間の目標ここに書いてねって言って書く人少ないのわかってるよ。多分あんまりないと思うんだけど、でも、ちょっと考えるきっかけになってほしいの。 この4日間、だからつまり日曜日の夜よね。日曜日の夜までに、例えばみんな、じゃあ英単語頑張る方もいるかもしれないし、何かのワークかもしれないよ。わかんないけど。これの、こっからここまでを絶対終わらすぞ。4日間でっていうのを決めて。書かんでもいいわ。いや書いてほしい。できれば。書いてほしいけど、いいから書いてみて。そう。てか考えてっていう話。で、それをやっていこう。で、まあ明日、まあ8時と10時来れない方もいると思うけど、一応頑張ってね、初めて一日2本勉強ライブやるから、 そこで、初日頑張ろう。初日まず頑張って、その後に2日目だれるんだったらまだいいかもしれない。初日だれる方が怖いから。いい。なので、まあ、ちょっとペース作りというか、ちょっとそのね、お,のお役に立てたらなと思って明日はね、勉強ライブしますので、ひとまず今日中に、えー、目標を決めてほしいで。です。ちなみに、あのまあ、こうやって決めてほしいって言ってるからさ、自分も言いますわえ。自分はですね、この4日間で、今数三の、あの高校生のね、数学の動画撮ってるんですけど、数三の番書を4つ作ります。4つ。いや、これね、 あの、それだけかと思うかもしれないけど、結構ショの時大変なのよ。そう、あのね、いろいろパラバラ組み合わせとかね。で、4つ作るっていうのがまず最低目標。で、まあ編集とかもあるんで、それちょっとなんか勉強じゃないからさ、勉強に関しては、あの、数、三の番書四4つっていうのを一応目標に掲げます。で、こっからが、その、学校がありますとか、部活がありますとか、あるでしょ塾がありますとか、その暇ないですって方いると思うんだよ。で、その、みんなの状況違うじゃんか。で、今回言ってるのは、 そう例えばコメント欄見てさ、うわなんか中3で同じ学年なのにめっちゃやってる。私どうしよう。全然目標少ないんだけど。とか比べる子いると思うんだけど、そうじゃないんだよ。比べるためにやってんじゃないんだって。いいこの人にとって A 君にとってのそのベストな量と、あなたにとって、まあ、B さんにとってのベストな量は違うから。そこ大事だよ。だつまり、学校があったりとか、ごめんね、画面めっちゃうるさな。気持ち悪かった。大丈夫かなごめん。ちょっと見にくかったその、その子の状況によって、 自分にとって、自分に適する量を考えてほしいの。人と比べないで。自分を見つめて、今の自分の状況を考えて、自分が持ってる時間、この4日間で自由に使える時間、どれくらいかなって考えた上で、変えてほしい。それがあなたのベストだから。っていうの。だって、正直言うよ。正直言うと、明日からさ、4日間、子供、うち息子2人いるんですけど、休みなんですよ。保育園も小学校も休みで、いるんですよ、家に。あのね、本当に子供が家にいる時の、 番車作りってマジで無理なの本当に勉強する時間ないからさで俺 4, 4つって言ったじゃんどうしようって思ってるもん正直できっかなってでもやっぱりその4日間空けた後の撮影のこと考えたらやった方が絶対いいのは分かっているしそのめちゃくちゃね本当はもう毎日4日間1日10時間なんか自由な時間ありますって言ったら全然余裕なんだけどでも時間がないなりに捻出して4つはいけるっしょ頑張れるっしょって思った量が4つなのだからそう決めた。 だもしかしたらその他の教育 YouTuber がもいっぱいいてね、俺が話してんじゃん。うわうわ、ハイチ4日で4つうわ、サボってんなーって思われるかもしれない。いや、思われると思うよ。でも関係ないもん。いや俺の日常的にはもうこ,れこれがベストなんだから。っていうのをみんなにも考えてほしい。と思って今回この動画を書きました。書きましたじゃないよ。作りました。作りました。撮りました。はい。カミですね。 ということでま,あまとめますとですね、まあ、あのコメント欄に書かなくても本当はいいんですけど頑張るぞとか全然構わない、ね、受験生一緒に頑張りましょうとか、ね、みんないっぱいググッとつけて、ね、ありがとうね本当コメント欄が平和とすごい幸せになるなんか励まし合ってるとこねすごい嬉しいんだけどあまあ書ける方は書いてほしい、まあ、書かなくてもいいんだけど決めようこの動画と出会っちゃったしょうがない出会っちゃったらちょっと考えてみよう4日間で何やるかっていうところ、ね、そうあのよかったら社会人の方も、ね、考えてほしいんですけどそれを考えてほしいというところと えっと、初日だけちょっとね、正直明日の初日も子供いる状態でやるから、厳しいんですわ。厳しいんだけど、まあ、初日本当にね、あのー、ま、配置がやるなら一緒に頑張ってみようかなって、っ45分しかないけどさ、朝も夜も。ないけど、そこでやることって意義があると思うんで、明日だけはちょっと頑張って、俺も時間作って45分、朝の8時と夜の10時スタートで勉強ライブやりますので、良かったら、うまく使ってもらえたらと思います。はい、ということでね、以上です。<laughs> まあいい4日間にしましょう、4日間終わった後にに、ちょっとね、その満足いかないかもしれないけど、でもちょっと頑張れたなって、うん、思える4日間にしてくれる、してできた人が1人でも多くなったら嬉しく思っておりますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。それじゃたバイ,バイ